うわー、やってますよ。やってますね。いいじゃないですか。スタジオの中では新人モデルたちがウォーキングの練習中。藤本さんは遅れてくるそうなので、美人モデルたちを眺めながら待つことしばし。おはようございます。あ、来ましたよ。あらあらあら、藤本さん。はい、藤本恵理子さん登場。美しいです。いやー、純ミスワールド。はい、ありがとうございます。はじめまして、藤本恵理子です。で、早速なんですが、藤本さん自慢のあれを見せていただきます。なんですか、これは。ちょっと、これは足長っ。やばいでしょ、これ横に並ぶだけで笑いが起きるって言ってて、おかしいでしょこれ。え、ほんとここここですよ。何これ。あれとは、モデル仲間も羨む美脚。彼女、業界では美脚の女王として有名なんです。ここで足の長さを測らせていただきました。じゃあまずいっちゃおう、ね、石井さん石井さん、足の長さ俺びっくりしてたの。そこじゃないけど。ここじゃないの。こっちだよ。股下までの足の長さはこの辺ですね。はい、89センチ。ということは体の半分以上が足。身長は石井と同じくらいですが、股下の差はなんと12センチ。これはすごい。身長はだって4センチしかないの。計算合わないでしょこれ。そんな彼女の美脚の秘密を徹底解明。まずはお気に入りの美脚スポットを教えていただきます。いや、どこですか。ねえ、ここなんです。こちら。はい。いや、ちょっとなんかモデルさんの香りしないね。そうですね。実はこちら、有名モデルたちが集まる場所。ここに美脚の秘密があったんです。さらに、はい、この後一瞬で足のむくみが取れる凄技を公開。場所、ここに美脚の秘密があったんです。ですけども、カフェ。さあ、あ、どうも。こんにちは。こんにちは。どうもどうもどうも。ちょっとカフェのマスターには見えないですね。はい。ちなみに、はい、何屋さん。これですね、美容整体と言いまして、綺麗にするお店です。整体で綺麗にしようお店、はい。これがモデルの美脚の秘密、美容カイロプラティック。有名モデルはこんなところで体の歪みや O 脚を直し、美しいスタイルをキープしていたんです。気になる料金は1回1万円くらいから。美脚も楽じゃありませんね。というわけで、テレビの前のあなたもやってみましょう。プロが教えるモデル足のマスター術。美脚への第一歩は正しい姿勢をチェックすることから。壁を使うと簡単にわかるそうです。正しい姿勢は頭がついて、背中がついて、お尻がついて、かかとがつく、この4箇所がつくのが非常に美しいです。ついてますか。はい、実際。ぴったりくっついてますね。はい。壁沿いにかかとを合わせ自然に立った時、この4点がくっつくのが正しい姿勢。さすがは人気モデル、パーフェクト。この時、腰と壁の間は手のひらが入らない程度が理想。続いては石井の姿勢をチェック。この時にまず石井さん、頭の後ろが割と本当だ、スカスカですよ。石井さん、嘘でしょ。つけて頭。ちょっとなんか首がこうなっちゃいますね。はい、まあ、あれ握手してる場合じゃない。これは通っちゃいますね、先生。はい、通っちゃうと、やはりあの肋骨がこう前に出るということは、お腹が出る原因の一つになりますので。皆さん笑ってられませんよ。実はこれ、ハイヒールを履く女性にも多い姿勢なんです。特徴は前に突き出した顎、そして必要以上に反った腰。なんでこんな風になるのか。大体ハイヒールはこう履くと、前に一回こうポンとこう、はいはいはい、そうすると、ご自分が前に一回出されるポーズなんですね。スキージャンパーみたいになってる。はい、こういう感じ。先生、一般女性はこの、で、この状態がこう反っちゃう。これがあのご自分で正しい姿勢を取るときに、大げさに言うともうこんなことになってるわけですか。ハイヒールなどが原因で姿勢が悪くなると、足に負担がかかり、冷えやむくみ足の原因になります。しかし、そんなお悩みを一発解消する方法があるっていうんです。本当に。じゃあ座っていただいて、はい、
先生、先生先生、はい、貧乏ゆすり、貧乏ゆすりですね。え、始まってるんですかこれ。あの完了です。え、完了。はい、完了。この貧乏ゆすりこそが足のむくみを解消する特効薬なんです。人間っていうのはここのふくらはぎに血液ですとか、貯蔵庫になっておりますので、ここが動かない限りリンパの流れっていうのはあまりしにくくなるんですね。この足首の動きをつけるということ、これが大事になっています。ちなみに床に座って足首を動かすだけでも OK。 1日1回30秒を行うだけでも効果あり。これであなたも美脚へゴー。続いては人気モデルのお部屋を大公開。美脚の秘密も満載です。じゃあ開けます。はい、さあ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 、失礼します。自宅で気になるのはあれですよね。あれ、モデルってどんなものを食べてるんでしょう。恥ずかしいんですけど開けます。オープンで。はい、はい、ドドーンと、ドドーンと、いやちっとも恥ずかしくねえじゃん。中には美容に良さそうなものがずらっと。特にお気に入りがノニジュースって言って。ノニジュース、すごい、ね、苦いんですけど、これは肌に基本的にいいんですけど、健康にもすごくいい。今友達の間で流行っているのがこのノニジュース。ノニとは主に南の島で採れる果物で、ビタミンやミネラルなど多くの栄養素を含んでいるんだそうです。石井もいただきました。じゃあちょっとぜひ。え、何これ、何うわぁ、何これ、何これ、何これ、くっさ、お父さんのパンツの上にする。これ飲んでんの。飲んでます。いただきます。はい、何？どう？そんなに？数倍に薄めてお召し上がりになる。え、その方が面白いから。考えてくれたの？いやー、助かる。石井さん。石井、美への道は遠い。しかしこれだけ美しいとなると、やはり気になるのはあれですよね。あれ、お母様っていうのはどうなんですか、やっぱりお綺麗。あ、そうですね、元ミス神戸で。ミス神戸、はい、お母さんも。うちの母ちゃんなんてもうシャレ神戸ですよ。全然違うじゃないですか。芸風が綾野浩二さん。というわけで、えりこさんの美の原点を探るためご実家へ行っちゃいました。ご実家は神戸の高級住宅街の真ん中。本当にお嬢様です。すごいとこ住んでますね。もうここら辺なんですよね。そうですね、すぐこの近くですね。また完成な住宅街でね。いよいよお母様とご対面。一体どんな方なんでしょうか。ただいま。ただいま。この後、元ミス神戸のお母様が登場。やっぱりお美しいです。52歳です。いまだ見た目はキャンパスライフじゃないか。こちらがお母様のミス神戸時代の写真。この美貌が娘のえりこさんに受け継がれたんですね。わらららら、わー、綺麗ですな。まるでリゾートホテル。光あふれるリビングは18畳。美は美の中で育つんでしょうか。そんなえりこお嬢様の子供の頃の写真を拝見。あら、パンチの写真、はい、いいのかなこれ出しちゃって。こちらです。インディーより先だったんですね。N 字開脚はインディーにちょっと文句出さなきゃダメだね。そうだね。小学生の頃には学年で一番背が高かったえりこさん。美脚は中学生になるとすでに現れていたそうです。足の長さもね、うん、半端ないですよ。ちょっと見てください、これ同級生と一緒に並んでる写真。割り箸じゃん。
ご覧ください、この美脚、生まれ持った才能だったんですね。星の位置違いますね。これ何年生ですか？それは多分高1とか中3とかそれぐらいだと思う。子供の頃から美脚レベルが飛び抜けていたエリコさん、育った環境にも秘密がありました。なんかあります？お母さんからなんかこうした方が綺麗になるよとか。椅子の生活が割とあの日常だったので、あの座席に座るとか正座するってことはあんまりしなかったから、うん、それが足には良かったのかなと思います。今は親元を離れて暮らすエリコさん、人気モデルとなった娘の活躍ぶりを見るのがお母様にとって一番の幸せなんだそうです。関西で仕事があったらよく見に行きますし、雑誌もいつも買ってチェックしてます、はい、神戸コレクションの時とかも毎回必ず見に来てくれたりとかしてて、うん、すごい嬉しかったですね。お母さんもやっぱ立ちたくなっちゃいますか？そうですね。2004年準ミスワールド日本代表に選ばれたエリコさん、この受賞で一躍有名となり、大きく飛躍するきっかけにもなりました。さて、ここで問題です。エリコさんが準ミスワールド日本代表に選ばれた時の賞金は一体いくらだったでしょうか？ポイントは世界大会の優勝賞金が10万ドルであること。エリコさんはミスワールド日本大会の準グランプリを受賞したこと。以上を参考にお答えください。準ミスワールド日本代表の賞金はいくらでしょう？それでは正解は20万円です。